故郷を離れ日本への希望を抱いて海を渡った少年李俊哲は日本の活気とともに成長し青年時代を戦火とともに過ごし敗戦とともに大人になった。戦後のある日俊哲は故郷からやってきた小さな劇団と出会いヒロインに一目惚れ。だがやがて時代は二人を血を故郷を分かつのだ。メイが送るひとときの恋の物語 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。